はい、ガッチャンです。YouTube ご覧の皆さん、お待たせしました。今日はですね、特別なことはございません。なんか言おうと思ったんだけど忘れちゃった。はい、今日も、ダイエットを始めて、34日目で、34かな、35だったかな。はい、そしてこの動画のシリーズは25回目、そう、25回目だね。だと思います。まあ、そんなわけで、今日もジャンピングエクササイズをしながら、どんなダイエットをやってるかとか、身の回りのお話をしながらやっていきたいと思います。3分間、ジャンピング。ちょっと待ってね。ピッ、スタート。はい、改めて、ガッチャンです。今日はですね、なんか、今日ここ暑いな。まあいいや。はい。今日はですね、うちが使ってるダイエットサプリの XM3 の元になってる、葉っぱ、モリンガっていうらしいんですけどね。私実はね、ダイエットサプリとか、サプリメントとか全然詳しくなくて、はい。勧められるままに飲んでて、言われた通りに飲んでて、で、言われた通りにジャンピングして、あとエクササイズもしてるみたいな感じなんですけども。そう。そうですね。まあ飲み始めた直後から、ものすごいね、水分が欲しい体になってきて、最近はでもね、1日飲まない時で3リッターぐらい、飲む時で、5リッターぐらい飲んでますかね。今日はそれでもまだね、2リッターぐらいしか飲んでないんじゃないかな。2リッターも飲んでないかもしれない。でももう喉がカラカラ。そう。このジャンプ終わったらね、ガーって飲まない。はい。でですね、そう、おととい昨日も同じこと言ったかもしれないけど、おととい、そう、そう、結構もう年配ね、本人見たら怒られそうだね。結構年上のお姉さんなんですけども、私より10歳、15歳ぐらい上かな。ヨガの先生で、そう、私はまあヨガって、実はね、昔、ルーシーダットンを、ちょっと、やったことがあるんですけども、それくらいしかわからなくて、実は、わかんないんです。興味がないっていうか、まあ、ダイエットも興味なかったですからね、私の興味なんか興味持つまで興味がないんですけども、そう、そんな、そのね、お姉さんとばったりお会いしたときに、あれ、肌ツヤいいね。痩せたじゃん。どうしたのみたいなお話になり、まあ、これこれ、こうで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 、毎日ジャンプしてんだよ、なんて話をしたら、へえーなんて話になったんだ、なったんですが、でもその彼女はね、ずっと、ヨガの先生やってるから、もう1キロ、人がね、1キロ太った痩せたでも、顔がすぐわかるんですって。そう、それでもう、随分ちっちゃくなったんじゃないのって言われて、もう、有頂天。そう。まあ、みんなで投稿してるダイエットブログなんか見ると、私の最初の頃の写真と、最近の顔の写真を比べたのがあるんですけども、それ見比べてもね、個人的には、あんまり違いが、わかんないんだよね。そう。そんなわけでですね、見る人にはわかるぐらい、顔が小さくなってるみたいです。そんなうちに3分経ったんですが、そう、そう言っていただけると、私も大変嬉しい。まあそんなわけでですね、今日も、なんとか3分やり遂げることができました。これもみんなのおかげ、みんながね、応援してくれるから、なんとかダイエット続いてます。そう。まあ、なんとかっていうか、もう最近はテンション上がってきてね、楽しくなってきたので、それはそれでいいんですけども。はい。辛いってことはありません。毎日ちょっとずつ体重を追っていくのを見るだけで嬉しいかな。はい。そうだね。この回ぐらいから、私の体重の進捗状況なんかを皆さんに、リアルタイムでお見せできるような、ことをちょっと仕組みに取り入れましたので、ここのね、詳細欄のどっかに入れておきます。はい、ぜひご覧ください。まあ、そんなわけで、今日も、
皆さん、お疲れ様でした。ガチャでした。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。